こんにちは、阿部の生命です。現在ね、高崎方向から県道30号線、山名藤岡方向へ進行中です。ここにはね、道沿いにね、万蔵仏、これがね、上信電鉄。建造物がいくつかあるので、もうすでにね、紹介したところも、あるんですけど、まだしてないところも、ちらほらありそうなので、何気ない感じであるからね、うっかりしちゃうと 見逃しちゃうんですよね。ありましたね。どうしようかな、ちょっとここに置かせてもらっちゃおうかな。大丈夫そうですよね。はい、そちら方向がね、高崎市街方向、こちらですね。ほぼ人の背丈ぐらいありますよ。大きいね。右側にはね、明和5年、根小屋村。ここはね、根小屋町なのかな。道祖神。上組ってありますね。正月、吉祥日。ずいぶん大きなものを作りましたね。はい。こういった場所です。南の方にも高台に家が。人間ってすごいよね。かなり眺めがいいでしょうね。はい、再び走り始めました。この信号がね、金井沢日入口ですね。右折するとね、金井沢の方ですね、金井沢日の方に行きます。左右ね、どちらにあるか分かりませんからね、注意深く観察していかないと通り過ぎてしまいます。左にはイチゴ、ビニールハウス、違いますか。違いますね。立派な門扉です。なかなか大変ですね。こちら方向からやってきています。これもまた大きいですね。離れないと全体が映らないんですよ。下の部分にはね、ネミネさん大聖寺、そういったね、お寺の名前が書いてあります。伊勢、大峰、
50K。 あ、50度ですね。50旅くよう。まあ、大伊勢さんの、まあ、大峰っていうところに、まあ、50回ね、まあ、お参りしたのかなと。まあ、そんな気がしますね。これは梵字でしょうね、主字。もしかしたら、金峰山とか、そういった読み方をするのかもしれませんね。大聖寺さん。これは形がすごいですね。お隣、まあ、時代はたってそれ分かんないんですけど、昭和10年4月馬頭観世音。こちらは主要な部分が欠損してますね。まあ雰囲気的には如意輪観音かなって気はしますけどね。ちょっとはっきりしませんね。目とかないのかな。文化3年の記念名ですかね。そしてこちらが明和6年かな。文字と道祖神。こういったものもございました。そちら方向にはね、宝生寺さんがございます。この入り口なんですけど、こういったもの、あの丸い部分にはですね、不問盆供養、まあそのようなね、もうすぐ後ろをね、まあ、上信電鉄が走ってます。まあこちらの面には、まあ如意輪観音ですかね。すごい。こちらは千手観音なのかな。まあ左側にはね、根小屋村。これは陸軍歩兵、まあお墓。これは庚申塔です。こちらはちょっとはっきりしませんね。まあ印の手の形が、まあ地権印ならばね、大日如来、まあ合掌ならば静止菩薩かなって気がしますね。難しいね。そう、この小さい馬頭を損でいいのかな。まあこちらはね、法の188箇所供養。まあこちらはね、
まあ、観音札所、まあ、坂東の33、西国33、秩父34、まあ、四国のね、まあ、88箇所、まあ、合計ね、188箇所を回りましたよという、まあ、そのような証ですね。ずいぶん頑張りましたね。こちらはちょっとはっきりしませんね。まあ雰囲気的には高浸透の古いタイプかなって気がしますけどね。はい。宝生寺さん、見事な桜が咲いていますね。ありますか。ダメだね、ゆっくり走るから。あ、ここにもありますね。どうしようかな。こちらはね、高崎商科大学の学生用駐車場です。まあ、道のそちら側にもね、ありますね。まあ、向こうがね、山名、まあ、藤岡方向です。もう山名八幡宮がすぐそばじゃないかな。はい、明和4年正月吉祥日、文字塔道祖寺。まあ足元にはね、女人公中の文字がありますね。こちらは明治21年4月、まあ如意輪観音ですね。根小屋村下組の女人高中。まあ月町信仰のね、な21か、まあ、22、まあ、どちらかだと思われます。そしてこちらにはね、まあ、地蔵菩薩の、まあ、座像かな、こういった感じのものもございます。はい、こちらね、薬師沢という橋がね、すぐそこにあります。現在地ここ。この短い橋。でもなければないで大変だもんね。まあお薬師様かなって気がしますよね。まあ、こちらはね、すべて梵字じゃないのかな。まあよくね、一文字だけで、まあ主字っていうのがあるんだけど、これもちょっと豆つが進んじゃって判読が不能ですね。一番真ん中の薬師様はちょっと真新しいですね。
ともとは右側にあったあの方じゃなかったのかな。こういった感じ。まあ小さめのこれはおでこ様だったのかな。もうどれもね、豆粒がかなり進んでます。うん、はい。ここにも何かありますよね。はい、写真だけでしたけどね。まあ、不思議な石像でありました。山名町北。山名町の信号かな。ではこれでおしまいにしますね。ご視聴ありがとうございました。